立花、入ります。喧嘩は終わったか？お騒がせしました。30分か、手間取ったじゃないか。これでも相手に怪我させないように気を使ったつもりです。歯は折らずに済んだか？ええ。でも物を食べるにはしばらく不便そうですね。どうかしましたか？あいつら、現代人のお前にはあんなに反発するくせに。あなたは同じ現代人でも特別なんでしょう。有害この上ない体のせいでか。少なくとも彼らはあなたがもう戻れない人だということを知っています。それに霊である彼らにはまだ死んでいない者がひどく妬ましく思えてしまうのかもしれません。私にも覚えがあります。初めて鑑賞した頃がそうでした。一度死んだ私の目にはまだ命の終わっていない人々が眩しいもののように見えたものです。彼らは大地に受け入れられている、そう感じたものです。どうして俺はここにいるんだ。どこにも戻れない。そっかもな。私への反発は仕方ありません。それよりも元上杉だと知られた時の方が厄介です。殴り合いじゃ済まない。いつまでも隠し押せやしない。いずれはバレるんだ。あなたもみんなも緊張続きでひどく神経質になっているようです。疲れては正しい判断も下せません。少し休養した方がいいんじゃありませんか？俺が走り続けなかったら誰が赤月衆を守るんだ。高谷さん、今日はもう休むから、お前も部屋に戻れ。あんまりここに入り浸ってるとみんなから怪しがられる。